始まりましたハーモニカフェビギナーズです。テンホルズハーモニカ奏者の広瀬哲也です。これからご覧いただくのはこのテンホルズハーモニカを今吹き始めたばかりという方、このテンホルズハーモニカを吹いてみようかなという方々にお送りするハーモニカのバラエティ番組です。10コーナーのハーモニカテンホルズハーモニカの名前にちなみまして、番組の時間は10分間、それを10話構成で配信していきたいと思います。もう自分はテンホルズハーモニカの初心者じゃないよ、ベテランだよ、もっとマニアックなものが見たいよという方はハーモニカフェ本編の方をお楽しみください。まず第1回目に私が使うのはこのハーモニカです。ホーナー社のブルースハープ。はい、いい音ですね。ホーナー社のハーモニカはみんなかっこいいですよね。この楽器はテンホルズハーモニカと言いますが、このブルースハープという機種の知名度もありましてね、この楽器自体をブルースハープって呼ぶ人がとても多いです、はい、それくらい、まあこの楽器を代表する機種だと思います。ドイツの楽器なんですけど、やっぱりアメリカの香りがしますよね。このハーモニカフェビギナーズでは毎回このテンホルズハーモニカの機種も変えていきたいと思います。それではいきましょう。今日のトークテーマは一体何なのか。まずその前にこちらの漫画をご覧ください。テンホルズとの出会い。僕はテレビで見たハーモニカに夢中になった。うわー、かっこいいな。ハーモニカなら昔学校で習ったのがあったはず。僕もやってみよう。なんか違うな。あんな音出ないよ。なんでだろう。テレビの人は両手でハーモニカをすっぽり隠すように吹いてたけど、あれ？ハーモニカって意外と大きいな。どうやっても手の中に入らないよ。そうか、あの人アメリカの人だから、きっとめちゃくちゃでかいんだな。今回のトークテーマはテンホルズはポケットサイズ。いかがでしたでしょうか。今の漫画はですね、僕が子供の頃この楽器に出会った頃の実際の体験なんです。一番最初にこの楽器の音色を聞いたのは深夜番組のベストヒット USA、海外の音楽を紹介する番組でした。そこに登場したヒューイ・ルイス・アンド・ザ・ニュースというバンドのボーカルヒューイ・ルイスが歌の途中にパッとこのハーモニカ吹くんですね。最初に聞いた時に僕もこの音出してみたいと思いましたね、はい、僕の子供の頃っていうのは学校でハーモニカやったんですね。授業で義務教育だったんですよ。でハーモニカならまだ持ってたはずだと思いまして探したら出てきたんですよ。これになりますね。はい、こんなでした。はい、ドレミファソラシドのドなんてひらがなで書いてあります。あれ、これ全然違うよ。なんであの音出ないんだろうと。音楽なんかね、何もやってませんでしたので、ハーモニカって言ったらみんな同じじゃない。なんであの音出ないんだ。僕は思いました。で、考えた結果、あのヒューイ・ルイスっていう人は、そういえば手の中に完全にハーモニカ隠してたなと思ったんですよ。そうか、こうなればあのフワーンフワーンって音が出るんだな。やってみたけど、隠れないんですよ。こんな大きさなんでね。そう頑張りました。こうやったりこうやったり、もう力いっぱいやりました、はい、それでも隠れない。そして僕思ったんですよ。あの人アメリカ人なんで手がでかいんだと。身長も、まあ、3メートルぐらい、当時人気があったプロレスラーのアンドレ・ザ・ジャイアントみたいな大きさなんだろうなと思ったんですよ。あんまりバンドマンなんて知らないのでね、バンドマンってみんな大きいのかななんて思いました。で、僕はまあ体がそんなに大きいわけじゃないんで、このハーモニカを手に包むことができないんで、あの音は出ないんだなと思って諦めました。で、しばらくしたらテレビドラマで今度は長渕剛さんがこの小さいハーモニカをパッと出してブワーッと吹き始めたんですよね。で、それ見た時、あれ、あのハーモニカちっちゃくない？ここで謎が解けたんです。ハーモニカを吹いてる人が大きいんじゃなくて、吹いてるハーモニカが小さいんだ。そこでこの小さなハーモニカ、テンホルズハーモニカを初めて知りました。ハーモニカだけでいろんな種類があるなんて夢にも思わなかったです、はい、
まあ今思えばね、学校で習ったハーモニカとテノールハーモニカ、こんな大きさ違うんですよ。どうですかね、 1.5 倍ぐらい大きいでしょうね。私はこのテンホルスハーモニカの教室をやってるんですが、生徒の皆さんまず驚かれるのはこの楽器の小ささです。こんな大きさなんですね、皆さんおっしゃいます、はい、で小さいことからのワンワンと音も出ますしね、どこにでも持って歩くようになるんですよね。胸のポケットにも入っちゃうんで、例えば散歩のついでにこうハーモニカを入れてって、ちょっと風に吹かれてちょっと吹いてみようかなとかね、ちょっと海辺にドライブして海風を受けながら、はい、こんな風に持ち歩くっていうことをするようになるんです。こういうことから他の楽器にはない出来事がいろいろ起こっていくことになります。で、このテンホルスハーモニカの楽しさっていうのは持ち歩くところにあると僕は思っています。このテンホルスハーモニカが小さいことから胸のポケットにパッと入ってしまう。で、入ってしまうだけじゃなくて持っていることに気がつかれない。こんなことからいろんなことが起こるようになります。当然旅行に行くのにも持っていきます。例えばですけど、今まで旅先で例えばギターを弾きながら歌を歌っている人を見かけたとします。今までだったら、あ、弾き語りやってるなと思って終わりです。ところが胸のポケットにハーモニカが入っているだけで、ひょっとして今あの人の横でパッとハーモニカを取り出して、すいません、僕横で一緒にハーモニカ吹いていいですかって言ったら、どんな顔をするんだろうなんて考えてみるんです。もう想像するだけで胸がドキ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 してきます。実際に言うかどうかは別ですよ。そうすることによって何かが大きく変わるんです、はい、そんなことからちょっとした冒険の入り口にこれがなるんですよね。これがこのテンホルスハーモニカの実は最大の特徴なんじゃないかなと思います。このテンホルスハーモニカを旅先で吹くというテーマでハーモニカフェ本編第3話でも紹介していますので、もし興味がある方はこの動画にリンクを貼っておきますので後でご覧ください。はい、ハーモニカフェビギナーズいかがでしたでしょうか。この番組がね、きっかけになってこのテンホルスハーモニカを吹いてみたいなと思うようになったという方がいらっしゃったら、とても嬉しいです。実はこの部屋は私がこのテンホルスハーモニカのオンラインレッスンをやっているスタジオになります。今ご覧になられているこの画面と同じような感じでレッスンを受けていただくということになります。で、オンラインレッスンに申し込まれている方ですけど、オンラインということで距離が関係ありませんのでね、北は東北の方多いですよね、南だと沖縄の方もいらっしゃいました、あとは海外の方も数名ですがいらっしゃいました。日本語の方ですからね。で、全く距離が関係ありません。で、時間も関係ありません。例えばこの曜日のこの時間だったら大丈夫なんだけどなんて言って連絡していただければ、その時間にレッスンをやるということになります。ご自宅のパソコンからね、こんな感じでレッスンを受けてみたいなと思われた方はぜひお気軽に、無料体験がありますのでお申し込みください。はい、ではまた次回のハーモニカフェビギナーズでお会いいたしましょう。